こんにちは、アンソニーです。今日はレコードの話をさせてください。いきなり余談なんですけれども、私引っ越してこの新しい環境で動画作りを始めているんですが、どうしてもマイクのセッティングがうまくいかなくてですね、納得いかないんですね。なので、ちょっとこの動画ではそのマイクテストも兼ねて、いろんなマイキングで撮影をしますので、ちょっと音声がコロコロ変わると思いますが、ご容赦ください。はいで えっと、レコードなんですが、ご存知の通り、えー、空前のレコードブームが今なお続いてますけれども、えー、そのレコードブームを盛り上げている、えー、大きなイベントが2つあります。えー、1つが、レコードストアデイ、略して RSD というものなんですが、えー、これは私これまでにも何度か動画で取り上げてるんですけれども、えー、2007年にアメリカで始まったイベントでして、それが日本にも入ってきてるっていうことですね。 毎年4月の第何土曜日かなんか決まった日に開催されてその日に限定版というものが出るんですねこれが非常に魅力的なんですけれどもこの RSD はそのイベントの趣旨として街のレコード屋さん、まあ、個人でやっているような小さなレコード屋さんを盛り上げていこうと要はお店に行こうっていうイベントなんですね。 ですから、えーと、ネットで買ったり、事前に予約したりっていうことができないんですよ。基本的にはお店にその日来てね、そして買ってねっていうイベントなんですね。えーまあ、これが個人的にはちょっと面倒くさいなという気持ちはあるんですけれども、まあまあ、まあ、それはいいでしょうと。で、もう一つのイベントがですね、えー、レコードの日っていうのがあります。これはすごく歴史が深くてですね、 えー、1957年、昭和32年に日本レコード協会 RIAJ が制定したものです、えー。レコードは文化財であるという考えから、えー、11月3日の文化の日を、えー、このレコードの日というふうに、えー、制定したわけです。で、えー、これもやはりですね、えー、この日に向けて限定版がたくさん出るんです。えー、今年、えー、レコードの日2022はですね、11月3日と 12月3日の 2days で開催されるそうなんですが、この11月3日の日に102ものタイトルが限定版でリリースされるということなんですね。で、去年は確か竹内まりやさんの復刻版みたいなものが出て結構話題になってたと思うんですが、で、このレコードの日はですね、事前にネットで予約できるんですよ。なので、こうやって事前にお伝えすることができるんですね。 このレコードの日っていうイベント自体は私も前から知っていたんですけれども、まあ個人的に絶対にこのレコードは手に入れようっていうのが特別なかったのでスルーしてきたんですが、今年はですね、もうめちゃくちゃ豊作というか個人的にですよ。もう絶対に手に入れたいレコードが4枚あったので、もう4枚とも注文しました。ちょっとそれをご紹介したいと思います。 はい。こちらがレコードの日の公式サイトなんですけれども、アイテムをタップすると、えー、この2022年に限定リリースされるアルバムが表示されます。えー、どうですかね興味のあるやつありますか、えー、例えばですね、どうでしょう。うん。安全地帯とか、 えー、玉木浩二さんとかあるんですよ。まあ、玉木浩二さんのアルバムもちょっと興味あったんですが、自分がめちゃくちゃ好きな曲っていうのが入ってなかったので、今回はパスするんですけれども、えー、っと、他には、うん、広瀬香美さんのロマンスの神様が、えー、レコードで変えるっていうわけですよね。えー、それから、うん。 ま、いろいろと、以上ですかね。まあ、これだけありますと。で、この中で私が興味を持ったやつが大きく二つありまして、一つが、えー、っと、こちらですね。えー、寺島靖国さんのレーベルの、えー、ジャズバー20周年アニバーサリーベストと、えー、同じく寺島さんの、for jazz audio fans only 15周年アニバーサリーベストっていうものです。 で、この寺島康國さんのコンピレーションアルバムっていうのは、私も以前に動画にしているので、あの、詳しくはそちら見てもらいたいんですが、ジャズバーが20周年なんですね。え、これ、メモリアルじゃないですか。で、おそらくこのレコードを買うと、すでに持ってる音源とかもあるのかもしれませんけれども、はい。このようにえ曲目、トラックリスト書いてますけれども、まあ、20年という記念ですからね、これはもう買うしかないだろう。 っていう感じでですよねでもう一枚の、えー、For Jazz Audio Fans Only ということで、えー、オーディオやってる方であれば、えー、非常に聞き,ご聞き応えのある音源が多分ずらっと並んでるんでしょうということですよ、まあ、これはジャズ好き、オーディオ好きであればマストバイでしょうということで、えー、この2枚を注文しました、えー、Amazon で予約できますでまあ この二つはですね、あの、すでに CD でもリリースされてるらしいので、まあ、どういう音源かっていうのは多分、どっかで視聴することもできると思います。えー、そしてもう一つなんですが、はい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 、こちらです。吉田美奈子さんの、えー、限定復刻アナログレコードが3枚出ます。え、1枚がエクストリームビューティー、そしてキー、 そして、スペル。この3枚です。この3枚とも、初のアナログレコード化です。この3枚とも、1990年代半ばから後半にかけてリリースされたものなので、当時はもう完全にレコード文化がなくなって CD でリリースされたんですね。なので、それがアナログレコードとして再発されるのが今回初めてということです。例えばこのエクストリームビューティーの説明書きを見るとですね、 えー、1995年にリリースされた吉田美奈子の通算13作目となるスタジオアルバム、エクストリームビューティーが27年の時を経て初となるアナログレコーでの発売が決定、えー。2枚組見開きジャケット仕様でのリリースとなります。ということなんですね。でちょっとここに書いてないんですけれども、なんか確か有名な、えー、方が、何、えー、て言うんですか、えー リマスタリングっていうんですかね。っていうのをして、おそらくそこそこいい音質で聴けるんじゃないかなと思います。で、これは定かではないんですけれども、合計10曲で2枚組ですから、おそらく45回転なんじゃないかなと思うんですが、ちょっとこれ自信はありません。で、私はこのエクストリームビューティーっていうアルバムと、それからもう1枚、えー、スペル。 っていうアルバムの2枚を、えー、予約注文しましまた、えー、こちらはなぜか Amazon にはなかったので楽天で注文しましたうんでまあ3枚買ってもよかったんですがちょっと予算的な問題もありこのスペルの方はこの最後の「トリビュート」っていう曲が結構好きな曲だったので、えー、注文しましたこの吉田美奈子さんについて少しお話しさせてくださいめちゃくちゃ好きなんですよ えー、吉田美奈子さんを初めて知ったのは多分10年ぐらい前で、当時私はリリコさんというアーティストにハマっていて、えー、後につゆざきはるみさんって名前を改名するんですけれども、で、このリリコさんの動画を漁っていたときに、えー、リ,リコさんと吉田美奈子さんがデュエットしている動画があったんですね。えー、ナチュラルウーマンっていう超メジャーな曲を二人で歌っていたんですが、まあ、これがすごくてですね、えー、二人の掛け合いが半端ないし、 もう二人のそれぞれの声の良さのいいとこが非常に重なって素晴らしいコーラスをされてらっしゃったんですね。で、えー、梅つゆさきはるみさん、まあ、リ,リコさん目当てで見つけた動画ですけれども、そこで初めて吉田美奈子さんを知りましたと。で、えー、後にですね、あの、まあ、ライブにも足を運ぶことになるんですが、えー、初めてライブを見たのが、えー、2014年ですね。 えー、その時はですね、えー、ドラムが、えー、昨年亡くなられた村上ポンタ周一さ,さんだったんですよ。えーまあ、非常に惜しい方を亡くされましたよね。あのーまあ、結果から言うと私その時が村上ポンタさんの最初で最後の生の演奏だったんですよ。もっと見とけばよかったと思うんですけれども、えー、その時ライブ帰りに 一緒に行った友達と感想を喋っている動画を大昔に上げているので、まあ、興味のある方は見てください。あの、その時の吉田美奈子さんがですね、まあ、初めて見たわけなんですけれども、もう、その髪型とか、着てるお洋服の関係もあるとは思うんですけれども、もう、とんでもない強烈なオーラを発していて、あの、呪術師とか、魔術師とか、 祈祷師みたいなオーラを発してるんですよ。でもライブが終わった後、もう全身の力が抜けて、はぁ、あ、ええもん見たっていう感じだったんですよ。もう本当にもう、腰に力が入らなくなるぐらい、もう全身のなんか魂が抜けちゃったかのように、えー、そんな体験をしたライブだったんですね。 あの、もう、血の底から這い上がってくるような、すごく太い低音ボイスを聞かせるかと思えばですね、すごい高い声も出されるんですね。で、その高音も、なんかとりあえず高いキー出せみたいな感じじゃなくても、すごい高音なのにすっごく力強いんですよ。芯が通ってるというか。で、その高音から低音までを非常に曲の中で抑揚をつけて、もうすごい 素晴らしいもう表現力の塊みたいな感じで歌い上げるんですね。もうこれがね、もう本当に素晴らしかったですよ。まあ他にも色々喋りたいことあるんですが、えー、その後、2016年に、えー、またライブに行きました。えー、この時は、えー、小島義信さんというピアニストとのデュオだったんですね。まあ音数が少ない分より、えー、その歌声を堪能することができたんですけれども、その、 吉田美奈子さんを目当てに行ったライブで、その小島義信さんっていう素晴らしいピアニストを知るわけですよ。ですから、ま、後にね、小島さん、えー、単独の公演とかにも行ってるんですけれども、なんかね、そうやって、えー、つながっていくんですよね、どんどん。えー、そして、その、自分が、えー、体験したもの、を知ったものの、 ものが点と点がこう繋がる瞬間とか自分の趣味がこう広がっていく瞬間っていうのがやっぱり音楽が好きでよかったなっていう瞬間なんですよねで、繋がるといえばですね、えー、さっき言ったリリコさん現在つ崎ざ美はるみさんは、えー、つい先日終わったんですけれども鈴木正幸さんの全国ツアーの、えー、コーラスを務めてらっしゃったんですねで、鈴木正幸さんですよ えー、好きな曲いっぱいありますけれども、その中の一つ、Liberty っていう曲が私めちゃくちゃ好きなんですよ。えー、当時、ソニーの CM にも使われていたので、えー、私ぐらいの世代の人であれば絶対一度は聴いたことがある名曲だと思います。で、これもつながるんですけれども、その Liberty を鈴木正幸さんに提供したのが吉田美奈子さんなんですよ。 え、作詞は別の方なんですけれども、曲を書かれてるんですね。で、その、リバティという私が大好きな曲を、え、後に、え、吉田美奈子さんはセルフカバーしてるんです。で、そのセルフカバーした曲が、先ほどの、え、エクストリームビューティーの中に入ってるんです。絶対買うでしょっていう、え、それぐらいね、もう私にとってはもうドンピシャな、マストバイな一枚になったわけです。 はい、最後はワイヤレスマイクのテストなんですけれどもこんな、ね、感じで、えー、ワイヤレスでつながっております、まあ、ちょっとここのランプがダサいですけどね、はい、でその「l i のリ t ティっていう曲なんですけれどもその吉田美奈子さんの「l i ティ t は2つバージョンがあるらしくって、えー、アルバムバージョンとシングルバージョンがあるらしいんですよ。 でえー、アルバムバージョンの方が、えー、結構いろんな伴奏が入っていてよりゴスペル調な感じだと思うんですねで一方でシングルカットされた方のバージョンは、えー、ピアノとのデュオかなあごめんなさいシングルカットって言っても A 面ではなく B 面だったかもしれません、えー、かもしれませんけれども、えー、っとピアノとのデュオでより、えー、歌声を堪能することができる少ない音数でっていう感じだと思います でどっちも聞きたいんですけれども、まあ、今回はアルバムバージョンで聴、えー、けるなというところですね以上です、えー、この動画の中で紹介したアーティストや、えー、おすすめの曲の、えー、動画の URL なんかは下に全部リンク貼ってますので興味のある方はぜひ聴いてください、えー、そして、えー、私は今回、えー、寺島さんのコンピレーションとそれから吉田美奈子さんというこの2本柱でレコードを買いましたけれども えー、他にもね興味を持たれたレコードもあると思いますので是非、えー「レコードの日」の公式サイトも見に行ってみてください。それでは